柳津西山地熱発電所は、福島県河沼郡柳津町黒沢にある、東北電力の無人地熱発電所。奥藍津地熱株式会社が管理を担任している。1995年5月運転開始。単一ユニットとしては、日本の地熱発電所で最大の出力6万5 0 0 0ットを誇る。最大で約10万世帯の一般家庭が消費する電力を、 賄うことができる。2017年8月に出力が3万キロワットに変更された。発電所は無人だが、PER 館が併設されているほか、予約をすれば発電所の見学も可能である。雪深い藍津地方に所在するため、12月末から3月末までの期間は PER 館が休館するが、発電所は無人で運転し続ける。発電所は必要に応じて、 秋田火力発電所から遠隔操作されている。発電のほか、発電の際に地中から噴出する硫化水素等を回収するプラントを持ち、回収物を肥料や火薬の原料として内外の企業に無形化している。また、近隣には自噴型の温泉が立地しているが、地熱発電所が温泉に悪影響を与えたことはなく、 温泉は無事に湧き出し続けている。この発電所の特徴として火山性ガスにより単位電力量あたりの CO2 排出量が比較的大きいことにある。ありがとうございます。